よかった。それじゃあ、行きましょうか。少し体が冷えてきたわ。温かい紅茶が飲みたいな。賑やかなお店ね。なんだか落ち着かないわ。私もその話をしようと思ってたところなの。私もその話をしようと思ってたところなの。私もその話をしようと思ってたところなの。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。それじゃあ、さよなら。ふむうのくん、遅れてごめんなさい。そうね。ねえ、100年に1回しか花を咲かせないサボテンって知ってる？本当にね。100年に一度だもの。きっと綺麗な花でしょうね。今日はありがとう。それじゃあ、さよなら。わからなくなったの。わからないのよ、自分でも。この間、両親から言われたの。環境も揃っていない学校でぬるま湯に浸かっていて演技力が落ちたんじゃないかって。両親の反対を押し切ってまでこの高校へ進学したのにね。耐えられなかったのよ。親が敷いたレールの上を歩き続けるなんて。確かに両親の名前を出せば演劇で名のある学校へ入ることはいくらでもできたわ。でもそれではいつまでたっても親の七光と言われることになる。どんなに素晴らしい演技をしても親の名前でしか評価されないなんて、そんなの我慢できないもの。それに敷かれたレールの上を走るだけでは両親を超えられないと思ったの。だからあえて反対を押し切って普通の学校に入ったのよ。きっとレールの上では得られない何かがある、そう信じて。でもそのせいで演技にキレがなくなった。
を慢心してるんじゃないかって。それ以来演技力が落ちたって言われたことがずっと気になって、部活でも失敗ばかりで、とうとう顧問にも気持ちが入っていないと叱責されたわ。だから迷いを断ち切るために一人で隠れて練習していたの。だけどやっぱりうまくいかないの。自分が間違っていたのだろうかって、そんな思いばかり浮かんで、ちっとも集中できなくて、このままでは私舞台には立てないわ。つくづく思い知らされたわ。私って自分で思うほど強くなかったのね。ありがとう。なんだか少しだけ気持ちが楽になったわ。私、誰かにそう言ってほしかったのかもしれない。言葉にしてほしかったのかもしれない。そうね、自分の選んだ道ですもの、後悔はしたくないわ。ありがとう。今日は家に帰ってゆっくり落ち着いて考えてみますわ。小森さん、今あなたが来るって予感がしてたんです。私たち何か通じ合うものがあるんですね。なんだか今日の格好とっても新鮮に見えます。乗り遅れないよう行きましょう。立派な建物なんですね。さあ行きましょう。どうもお待たせしました。ではどこへ行きましょうか。はい、急な流れと緩やかな流れの2つのコースがあるのですね。私たちはどちらに行きましょうか。はい、やはり緩やかな方がゆっくり楽しめそうですものね。どこか他のところも回ってみませんか。今そこで男の方に声をかけられてしまいました。はい、同じくらいの年の方2人に一緒にお茶でも飲まないかってお誘いを受けました。ですから私も一緒に来ている方がいるので、その方もと言いましたら、なぜか断られてしまいました。今日はゆっくりできるんです。よろしければもう少しご一緒していただけませんか。ええ、行きましょう。
ここは海のそばといっても、ほとんど潮の香りはしないんですね。私の顔をじっと見てらっしゃいますが、何かついてますか？そんな、あまり見つめないでください。恥ずかしいです。はい、みんな私のことを慕ってくれるいい子たちです。セリカ、本当によくあちこちに怪我をしていますよね。はい、段取りのような激しい運動はまだ無理ですが、基本練習程度なら始めてもいいということでした。名残惜しいですけど、そろそろ帰る時間です。楽しい時間って過ぎるのが早いですね。今日はお疲れ様でした。そうそう、これをお渡ししなければ。はい、チョコレートって自分で作るとなると思いのほか大変なのですね。苦労した分、気に入っていただけるものになっていれば良いのですが。いえ、あなたに喜んでもらえるならちっとも苦労なんかではありません。よろしければ帰りもご一緒しませんか？トキシン、美術のセンスが良くなったって